おはようございます。ブヒケンです。本日は土曜日でございますね。いやー、皆さんどうです？昨日の大雨の台風の、被害とかは皆さんどうでしょう？一応ね、静岡ね、去年はほら浸水したからさね、いろいろ準備をしてたんだけど、で夜中までちょっとね外見たりしてたんですけど、まあ、ちょっと今回はね、水が出たりはしなかったんで、朝さ、ほいでテレビいろいろ見てたらさ、まああっちこっちすごいじゃない、被害怖いですね。怖い。去年ほらここに水がさーって入ってきた時に僕ね、動画でも出したけどさ、本当にあの恐怖がちょっとこうあの時怖かったな。あ、ダメだこれ死んじゃうと思ってね。視聴者様たちの中でね、もし被害に遭われたような方がいたらね、本当にね、あれですけど、なんて言っていいのか分かりませんけどね、何もないことを願っております。まあそんな感じでね、本日も作業とは何も関係ないお話からね、一日が始まっていこうとします。はい、本日も頑張っていきましょう。まあちょっと本日ね、午後からね、私ちょっと出かけなきゃならないので、帰ってくるのがまた夕方ぐらいになっちゃうと思うんで、でちょっと今日は早起きしてねそれまで作業をちょっと進めようかと思います。はい、じゃあそんな感じで本日も頑張っていきますので、最後まで皆様ご視聴よろしくお願いいたします。できましたら高評価、グッドボタンと、いつも言ってますけどチャンネル登録とかしていただけるとね、おじさんすごく嬉しいですそしてチャンネル登録をしてくれた方には、将来もしかしたらすごくいいことが起こるかもしれません。それでは本日も頑張っていきます。ああすいません、ヒューズを全部落としてたもんね手間かかっちゃったな。ネック、フィラーネックがないじゃないですか、こっから先っぽね。で昨日ちょっと某オークションでね、夜ね、見つけまして、まあ、安い、なんていうかな、解体者みたいのからこう取ったやつとか出してる人たちいっぱいいるんで、その中の一つをちょっとね、落札させていただきまして、それが到着したら、それを加工して、あそこのタンクとつながるようにして、そこを新しい給油口にしようと思います。まあそれはね、到着したらね、こっから先の作業を進めていきますね。よし、まあ他にもやることいっぱいあるんでね、マフラーの材料も多分週明けになるね、マフラーの方は。で今日何をちょっと最初にやろうかと言うかというとね、これです。デフほら一回外してこういろいろ加工したりなんやかんやしたじゃないですか。でこれ新しいガスケットを注文してもう届いているので、これをねちょっと先に装着しちゃいます、忘れちゃわないうちにじゃあちょっと潜っていきます。はい、これですね。とりあえずデフのカバーを外します。やめて、くーちゃん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 やめて、くーちゃんちょっと待っててもうくーちゃんはちょっと外しちゃいますね。はい、外しました。で一応こことここは一回外した時にお掃除してるんですけど、ちょっとうっすらまたサビとかこう出てんの分かりますね。こういうのまたちょっと綺麗に落としてね、こっちも、よいしょ、こいつシャカシャカやって、ほんで、液ガスとあそこにある新品のガスケットに交換して、決めてきます。じゃあちょっとせこせこやってきます。なーに？だったな。ん？これはなんだ？大丈夫か、このぐらいだった。はい、綺麗になりました、ツンツルテン。そしたらこれと、よいしょ、いてててて、こいつに
液ガスをこっちは両面塗って、こっちは片面で、向こうはもうさっき塗ったので薄くね、よいしょ、あ、こっち持ってちゃって、塗って乾かしてピトってくっつけます。でちょっと塗っていきます。はい、塗り終わりました。こっちもちょっと乾くのを待ちます。それではですね、待ってる、乾くのを待ってる間にここの寸法を、ちょっと測っていきます。大体の寸法はもうね測ってあるんですけど、いろいろね形が複雑なのでね、この中央の部分とかは、そういうのをちょっと測っていきます。入れてここで押さえるっていう方がいいよな、きっと。うん、逆だとあれだな、そうだな、こういってこっちでこう押さえるっていう風に作るかい。それがいいな、やっぱな。でその蓋の部分がここにちょうどはまるとね。でこっち側もそう、ここでこう押さえられる、だからこうやって作ったんだよね。まあ寸法はまあこれで、で現物合わせでそこをこうやってくり抜いて、反対側も同じと。ここか、めんどくせえのは。めんどくさくはないけどね、うまくいくといいけど。よし、大体わかった。ちょっとこれ置いとこう。はい、取り付け完了。大丈夫です。お昼になったので出発してきます。ただいま帰ってきました。すっかり夕方でございます。よし、ちょっとでもやるかね。さっき寸法を取ったので、そこのやつぐらいちょっと作っちゃおうかな。もうはい、こんな感じの蓋を作りました。これが右でこっちが左ね。よいしょ、まあこうトンと入るわけです。でギリギリここで止まる、わかりますか、ここで。でここに縦地のやつがこうやってね入るんで、よいしょ、こうやって縦地のやつがこうやって入って、縦地のやつの取っ手になる部分にこいつの押さえの部分を作るんで、こいつを先に入れて縦地を入れると、そこでガチャってこう固定できるようにします。よいしょ。でこれがこっち側、あれちょっと待って、あれ入んない、なんで、嘘、ちょっと待って。はい、入りました。よし、こうね、スルッと。でこっちもここギリギリで作って、縦地の部分のやつの取っ手がここで、何言ってるか分かんねえか。でここのあの骨組みのここの寸法の高さに合わせて取っ手をこう作るんで、まあまあまあそのうち分かってきますよ。こんな感じですね。でよいしょ、ちょうどね固定すれば、よいしょ、ちょうどいい感じになる。で最後にちょっとここにねクッションを入れてあげるんで、あのホースのこうなんていうのかな、ホースにこうガチャって当たるんで、そこにクッションがないとちょっと傷になっちゃうんで、それはね最後にやります。よし、いい感じ、いい感じになりますよ。よし、よし、じゃあ明日ちょっとここの縦地の部分とね、ここの真ん中の部分まだ作んなきゃなんないから、よいしょ。まあ、ネックがね届くまではちょっとね、それ以外の作業をちょっと進めていきますね。ネックに届いたらね、もう一回タンクの方に戻る。
そうこうしてるうちに多分マフラーの材料もね、あとフランジ作ってもらうフランジもね出来上がってくると思うんで、うん、いい感じですね。